はようございます、こんにちは、こんばんは。このあいみ隊は私あいみが皆さんにお家で一人でもできる整体、タオル整体をご紹介する動画です。今日は頭痛と肩こり、五十肩と眼精疲労に効くという座って牽引整体というのを紹介します。まずこのフェイスタオルを2枚肩結びしてコブを作ります。で、椅子によっかかって、このコブを頭の首と頭の境目のこのくぼみのあたりにコブが来るようにして、このタオルを束ねて両手で持ちます。で、タオルを真上に引き上げ、首と肩の力を抜きます。はーと言って3秒間力を抜きます。はい、で体の力を抜きます。で、これを 2、3回、次は横向きでやりますね。このコブのところを頭の付け根にやって、はい、これが座って牽引整体です。あと今日はちょっと、お知らせというかご報告なんですけど、私関口あいみ2011年の7月28日に、川崎セルビアンナイトというライブハウスで、初めてソロでライブ出演します。はい、まさか私が一人でライブをする日が来るなんて、もう本当にね、思っても見なかったんですけども、やるからには楽しい、ちょっと違う、他とは違うライブにしたいなと思ってます。第1回目のライブ、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。詳しくは私のホームページここにアクセスしてみてください。はい、それでは今日も見てくれてありがとうございます。